玉手山1号本から行ってみましょうね。2号本、3号本はこれ2号本なのかな、墓地になった時はね、珍しいでしょ。これも1号本全長 110m、 前方後円墳ですけどね、高さ高さ変えないか。熊助の墓、墓地、熊助の墓地。ここはなんだ、公園か。これ名前書いてないけど、公園だから。これね、玉手山1号墳前方後円墳ですよ。ちょっと上がってみようか。上がれそうや。あら、草が全然生えとらんがね。こんなやったっけ、覚えてないね。これが公園部とすると前方部はあまりの低すぎるね。これでいいかね。ちょっと低すぎませんけどね、前方部が。おお、ちゃんと持ってるね。お墓でございます。まだ1号墳は公園部にお墓があるだけでございますけどね。2号墳はね、みんなお墓になってます。ほんま珍しいんですわ。大阪でも全部お墓になってるのは少ないんですけどね。これが奥田さんとこの墓でございますか。墳丘の上にね、墓。向こうも前方後円墳ですけどね。小犬の方でございます。大阪夏の陣で皆ここで、ね、打ち当てやりましたか。これは公園部だけでございますからね。新しい箱立ってるんやね。ここから見るとちょっとね低いんだけど、全部公園墳でございます。2号墳行ってみましょうかね。2号墳、2号墳書いてないか。1号墳 110m、 これも 100m ぐらいあるかもしれんな。まあ超珍しいんですよ、全部がお墓、お墓地のね。どこかあったかな。ダメだな、ちょっと入ってみようかな。か、はい、入って、はい、失礼します。入りまして、公園部の方をちょっと覗いてみましょうかね。迷路やな、迷路。こっち行ってみましょうか。なんとなく台を見たらね、この方が墳丘という感じやね。ほら、墳丘、公園部の墳丘でございます。あれ1号墳です、正面がね。阿部の春風や。どれだ、これ阿部の春風ね。はい、阿部の春風でございます。まあ距離的な方ないんでね。で、宝墳の方を見ると、これ宝墳でございます。これ全部がもうお墓でございます、間違いなく。これだけ見てもらっても、これただ墓地やないかと言われるか。せやな、なんか看板線を探さなあかんな。墓地やないかと言われそうやね。
こういう感じで見たらわかるか。ちょうど突き当たりが公園部でございますね。手前が豊富でございます。あれが公園部の雰囲気でございます。縁墳の方でございますからね。まあ珍しいね。大阪にもう行きあったか。どこやったっけ。大阪向きはありますよ。それをね、動画撮ってんだけどね、もう一気ありますよ。それは確かこんな、ここまでひどくなかったね。古墳の方がちょっと入れるんでね。はい、次は三号墳に行ってみましょうか。ここにも看板ないねかね。あら、ほとんど歩いたことを感じがない。ああ、ここにある。玉手山三号墳。ありました、ありました。前方後円墳が10基ほどあったじゃんで、あ、書いてあるね。全長100メーター、すごっ。縦穴式粘土質各2つの埋葬室だったりします。山通りになってますね、これは。山の周りに。なんか昔、上上がってんな。なんか、何も見えなかったちゃうか。やっぱり、確かこんな感じだった。変わってないわ。だからこれはね、公園部やけど、こういうふうにだったかな。こういうふうに草墳があるんですよね。さも歩いた記憶があるんだけど。残念。入れるようなとこないね。せっかくね、整備してくれたのに。墳頂まで登れるんやけど、問題はね、登ったら何も見えないんですよ。お残ったの3基だけかな、ちゃんと見れるのは。あと形がなんとなく分かるのが1、2基あるかもしれないわけだけどね。すごい。ほら、そこの横を走っていっていいかね。すごい。ここの建物から見るじゃん、全部。そうですよね。素晴らしいね。うん、はあ、ここは玉手山になるんですか。玉手山になるんですか。玉手山遊園、遊園はこっちがちゃいますね。ここは玉手山って言うんじゃないですか。ああ、そう、ここはね、旭ヶ丘っていうところなんですよ。旭ヶ丘、はい。あ、こうね、はい、ちょっと見せてもらおう。ありがとう、すみません、ありがとうございました。お気に。はい、3号、1号墳、2号墳、3号墳でございました。